皆さんこんにちは。先手番引いちゃったか。先手番引いたらやろうと思ってたんですよね。何よって、はい、これを、はい、久しぶりの登場。久しぶりでもないかな。先手番引いちゃったからにはやるしかないよな。だって引いちゃったんだもの。だって引いちゃったんだもの、三つおっていうことでいきましょう。でもこれ相手の方角道空いてないからな。鬼殺しってなんか角交換してなんぼみたいなところありますけど、角交換できてないんで、ちょっとそれはいかがなものですかって言われるかもしれない。そう、シンプルにね。もうシンプルすぎるほどのシンプルな攻めで来られて、攻めというか、桂取りに来られて、そしてシンプルに困る。そういう時代を突き進むしかないのかもしれない。今日この頃ですけども、いかがお過ごしでしょうか。同銀ですかね。あ、同桂も悩んでるのかな。まあでもそうですよね。いやー、これ飛車回るとなー、歩突かれてなー、飛車先突破受からないんですけどっていうことになるけど、しゃーなし、しゃーなしやで。それもう角上がって受ける。いや、それ桂馬とか痛いかー。じゃあどうすんのどうすんのってこと。まあ歩突くか。歩ついてきたら角から角がなんか王手になりやすいっていうウルトラポジティブな考えでいくか。ウルトラポジティブ作戦でいきましょう。いやー、角道開けてくれよ。角道を開けてくれないとちょっとこっちの話が始まらんのよなって言いながら、まあでも角道開けないと後々ここに角出てこう攻める手があるんで、まあいいっちゃいいんですけどね。まあ角道開いてたらもちろん角出る手には同角があってダメなんですけど、角道止まってると角出て攻める手があるから、これはまあ飛車回りましょう。で金上がって備える感じかな。まあこっちが唯一勝ってるところは時間だけなんで、ちょっと時間で勝っていこう。うん、時間銀行ですっていう小説もありましたけどね。時間銀行やったかな。まあいいや。ももっていう小説なんですけど、あれなんかでも面白かった気がする。結構1、2年前に読んだんかな。あれね、結構面白かった記憶がありますね。金上がる、金上がる、まあ金上がるか。いやー、なんとか攻めの形を作りたいけど、これはまあでもまあ美濃囲いにし、美濃囲いなんかなこれ、囲うの。美濃囲いじゃないんじゃないっていう説ありますよね。美濃囲いって桂馬に弱いんで、その桂馬捨てちゃってるから、桂馬捨てちゃってるのに美濃囲いなんですかっていう疑問はあるんですけど、他の囲いがないんよな。まあ、金上がるとかあるんですけど、なんかそれもな、金上がるって、で銀、それちょっといやそれ木村美濃みたいになるんですけど、木村美濃あんま好きじゃないんですよね。で金上がって金寄るとかいう囲いもあるんですけど、それこっちが壁になっちゃって端攻めされた時がきつそうなんで、それも嫌ですね。まあ理想は穴熊ですけど、絶対間に合わないんで、100%間に合わない気がするんで、まあなんだかんだ言った上で結局美濃囲いなんかな。しょうがないか。ちょっと鬼殺しに合う囲い募集したいですね、これ。玉はここがいいんよな。まあここでなんか金無双とか、すごい、そんなシンプルイズベストな手があったか。え、でも飛車浮いて。歩突きには歩突いて、まあ桂馬取りに行きますけどね。いや、しかしそれ危ないのか。いや、結構絶妙のタイミングで仕掛けられたかもしれん。というのも、飛車浮いたら多分歩ついてくるんですよね。違うかな。いや、わかんないですけど、ついてきて、歩ついたら、角成り同角飛車が、金銀両取りになるんですよね。で、さっき今玉寄ったから、この金が浮き駒になったっていうところがあるんで、そういう意味で絶妙かなと思ったんけど。けど分かっててもまあもう浮くぐらいしかないでしょう。これは歩突くか歩突くかの二択じゃないでしょうか。
私は歩を突かれる方が嫌でございます。ただそれは銀を上がっていきましょう。いやーこれどうなってるんやろ。いやーもう突くしかないか。で桂成りで同飛車、それは難しいか。いやこれワンチャンある、ワンチャンある。全然、いやワンチャンどころか3チャン4チャンぐらいある。これだってどうするんやろ。桂成りは同飛車でまあなんか角さばけそうだし、飛車取るのは同角が桂馬と香車の両取りなんで勝ちでしょ言い過ぎ。元が悪かったからこうすぐ良くなったらすぐこう勝ちと思ってしまう現象、そういう現象ありますよね。逆に形勢がいい時にちょっと悪くなるともう負けたって思う現象、そっちの方があるかな。あの現象何なんですかね。こうちょっと形勢が良くなった後に、形勢が良くなった後に逆転してちょっと悪くなったらもう負けに感じる現象。互角の局面からそのちょっと悪くなっても全然これからと思えるのに、良くなってから悪くなるとこうもうダメだって思ってしまう現象、これには名前がついてるんでしょうか。なんかありそう将棋では別に名前ついてないと思うけど、なんかそういうのありそうじゃないですか。なんとか現象みたいな。まあこれは角使って同角ですか。飛車にはまあ銀上がって銀取られるけど香車取って、まあそこで銀打ちとかしてくるんやろな。でもこの金取られたら終わりやから、あでも角打つとかあるか。でもそれ桂馬なられて同銀に角取られるか。まあだから美濃囲いって言っとくか。美濃囲いのこの女性ってモチーフあるんですかね。今ふと思ったけど、見返り美人図ってありましたよね昔。見返り美人図みたいな、こう見返ってる絵ありましたけど、でも顔あんま似てないしな。それとこの終盤戦で美濃囲いのエフェクトの女性が誰かっていうことでちょっと盛り上がっていくんですけども、いやーどうなんですかね。まあでもこれさっきのちょっと良くなった、まあ形勢が良くなった時に、形勢が良くなった後にちょっと不利になると負けた気分になる現象あったと思うんですけど、それで言うと相手の方は今その状態だったと思うんですよね。こうちょっといいと思ってたのになんかあれでおかしいですよっていう流れのはずなんで、ここはねその流れを生かしていきたい。パッと見は金よりかな。一応次金引けば飛車が詰む。ただ桂成り同銀とかからごちゃごちゃやられた時にそれ耐えきれんのかな。耐えきれないかな。角で桂馬取るのは銀取られて難しか。それは難しいですね。いや金寄って桂成り同銀歩突き、同銀は歩打たれて困るか。歩突き同角もまあ香車取られるぐらいで嫌か。でも桂成り同銀ってすると後々歩打たたいて同飛車に角があるのか。そういうの楽しみに生きていくか。桂成り同銀歩は金寄って桂成り同銀歩は歩成り取られてまずいか。まあでもなんかもうごちゃごちゃしに行こう。片身の囲いじゃないねん片身の囲いじゃないねん。ちょっと豪図に煽られたかもしれない。豪図の煽りを今食らってしまった。運営からの。いやでもこれ本身の囲いから片身の囲いのエフェクト出ることはあるんですね。片身の囲いから本身の囲いのエフェクト出ることはよくあるけど、いやー飛車中なんで飛車引け金引いて飛車詰ませればもう勝ちなんですけど、多分桂成りとかしてくるからできないんですよね。それが桂になってきたらそれで金引く、それ同飛車成り同銀角取られて駒損がひどすぎるか。さすがにそれ角金と飛車桂の交換で相手の方が角金こっちが飛車桂なんで、まあ実質金桂交換、それは嫌やな。
だから桂成にはやっぱり同銀しかない。で、歩ついてくるでしょう。やめてって言ってるのに。やめてって言ってるのに、歩ついてくるでしょう。まあ、将棋はそれがいい手なんでね。同銀は歩打たれて、角逃げると銀取られる手があるから。まあ、同角ですか。銀引きは歩成られちゃいますもんね。まあ、同角しょうがないかな。で、まあ、香車取っといてみたいな感じですか。で、歩叩いて、同飛車なら角。いや、でもこれ、香車取って、歩叩いたらもう同飛車で、角打ったら、ブッチで同銀でなんかもう攻めるとかあるんかな。まあもうそれは、それで負けたらもう、しょうがない。それで負けた時はもうそういう日やったってこと。開き直り方。まあでもそうですね。それちょっと、相手の方は危なかった気がするんで。いやー、さてさて、ここですよ。ここで何するか。まあ、角引いて一回竜とかいじめるんかな。回ったら銀引き。でも、この歩取られて。わからん。角使えてないから使おう。これはなんか楽しみに置いておいた方がよかった気もするけど、すぐ使うってよりかは、いちごのショートケーキ理論で、この角はすぐ食べちゃいけなかった気がする。食べるというか、すぐ刺すんじゃなくて、いつでも引くよ引くよって見せて、こう、相手の方にプレッシャー与えて、いいタイミングで引いた方が良かった気もするけど、ちょっと他の候補手も分かんなかったんで、こんな感じでとりあえず竜をいじめて、竜が帰ったらまあ桂馬とか打ってなんかピョーンで攻める筋見せますか。ピョーンって跳ねたところでどれだけ効いてるかよく分からんけどな。まあでもなんか嫌でしょ。嫌 でしょ。もう嫌と言ってもらうしかない。そんなに形勢に自信があるわけじゃないんで、もう嫌み嫌みで、やっていくしかないんですよね。あ、いた。いたいやん。ちょっとそういう香車は言ってから打ってもらわないと困るんですけど。しかもこれ角積んでるし。いや別に銀、香車で銀取られるのはいいんですけど、角積まされるのはちょっと効いてないな。あ、まあ、こっち出れば。いや、まあ、こっちか。歩ついたら、ま、角出て、最悪銀と交換って感じで。いや、シンプルにきつい。歩ついて角で、歩ついて角成り、同桂。駒損がすごい。今、この駒損がすごい。てか、香成り同金、竜入りとかでも、金取りが起きにくくて嫌ですね。つまりは何でも嫌。つまりはきつい。逃げるしかない。あ、ここに引くっていう、いやー、そんな人いないか。歩突きに引くと、香成り同金、竜入りで。おお、一回受け。渋い。それは渋い。それは渋沢栄一。渋沢栄一。そろそろ渋沢栄一1万円札になる頃じゃないですか。そろそろですよね、確か。いや、そんなこといいねんって。そんなこと今いいんですよ。いや、これどうしよう。確かに。ここの桂跳ねを受けられると、そんな落ち着いた手があるのか。そんなに落ち着け、落ち、ん?落ち着かれたのか。いやー、歩突く人はおらんしな。それは自爆モードでしょ?銀逃げるとかもね、冴えない選手権。それはさ、いやー、いやー、これは冴えない。これじゃ冴えないまま切るしかない。で、竜の利き止まったから桂跳ねで勝負して、ただ桂跳ねちゃうと後々歩でこう、桂取りってされるのが怖すぎ案件なんですが、しょうがないでしょうか。もう跳ねて、勢いで刺していく。金引きでね、銀打ち同金同歩同竜。いやー、冴えないねー。歩は同竜。銀は同金同歩。同竜。いやー、竜が手厚すぎる。竜が手厚すぎるんですけど、なんかわからんわからん。もうなんかわからん。この銀って激烈に筋悪いけど、なんかこんな感じで攻めないと、歩突かれてこう、竜で桂馬取られる手が、きつすぎる気がした。
同金同歩。なんか同竜なんじゃないかな、相手の方の棋風的に。あ、銀か。それはもう金張り付くでしょう。張り付いときまして、どうですかと。まあ次銀取っても同桂がな、逆に上の逃げ道作っちゃうから、そうですね、相手の方はここがチャンスと見てきたわけですけれども、なんか角とか持たれとく、どこまで意味あるか知らんけど。あ、でも知らんけど出たから勝ちかな。うん、知らんけど出ちゃいましたからね。あ、てかこれ桂取りと思ったら同竜やん。何も聞いてなかった。まあまあまあ、一応銀取って同桂に角なる手はあるか。まああとなんか金ブッチして同玉でなんか寄せるとか。まあこれは取りましょう。取らざるを得ない、取らざるを得ないので、いや美濃囲い固くね。美濃囲いチートや。美濃囲いじゃなかったら終わってましたね。美濃囲い先生、大先生様様。うわー、それもすごい受けやな。同金同歩なんか強者とかなんかいろ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 ですけど、いろ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 強者足しとく。いやー、そんな人いない、そんな人はいないのかな。いや、わからん、足してみる。いやー、これ聞いてんのかな。すごい強者鍵になってるけど、金と桂馬2枚で鍵になってますけど、これが果たして働くことが来るんでしょうか。働く時代があるんでしょうか。次は、次は取って同歩銀で同玉なら角成りとか、そういう感じかな。でも銀に逃げて、ひょえーひょえー、取る、わからん。銀、銀で行こう。銀で同玉角成りで、そこで香車取ってくるとかいうすごい開き直り作戦あるんかな。いや、それはさすがに、いやー、でも来られてる。それこれで取って同歩なら角王様取る手があるんで、っていう開き直り作戦あるよな。あ、そっち、あ、あ、詰み同香は桂馬で、いや美濃囲いって薄いわ。美濃囲いって薄すぎるんよな。まあ馬引いて角をいじめて、今同香桂馬って詰みやったよな多分。いや詰みかは怪しかったか。いや、てか詰みはなかったか。まあ次はなかったけど、ちょっと、うん、自信ない感じだったから。まあでもこれ王手角取り桂馬か。あー、これでも確かに急に良くなったかもしれないですね。最後王手角取りが決まったんで、うん。いやー、ちょっとソフト見てきます。はい、というわけで秘宝です。投了図こっちが悪いです。いやー、この将棋こっちがいいところ本当に箇所しかなくて、最後も悪かったですね。まあ最後の局面悪いと言っても、まあほぼ互角の範囲内ではあるんですけど、まあ評価値的にはこっちが悪かったですね。これ金打たれて、まあこう角取るんですけど、歩打たれると、まあ相手の方の玉しっかりしてますし、まあ後でこう竜で攻めてくるような手もあったりして、まあ若干相手の方が指せる将棋だったみたいですね。いやーね。いやーねって感じですけど。で、今回の将棋は鬼殺しの将棋で、まあ、なかなか攻めがうまく決まらなかったですね、今回は。で、ずっと苦しかったと。ただ、ほんと一箇所だけこっちリードを奪う手があったんですけど、すごいスルーしてましたね。これは気づいてほしかったっていう感じの手なんですけど、まあ、こんな感じで進みまして、で銀上がって、で金寄って、こう飛車を捕まえに行ったりして、で、こんな感じで歩叩いて、まあ同飛車は一応角の両取りの狙いですね。なんでそれちょっと怖いので逃げてきた手に角引いて、竜で。ここですね。いや、ノータイムで銀引いてる場合じゃないんよな。ノータイムで銀引いてる場合じゃなくて、角打てっていう話なんですよね。いやー、そうか。なんで見えへんかったんやろ。これは見えてほしかった。これはまあ、竜逃げるならここしかないんですけど、金引けば竜が詰むので、で竜詰ましてこう、飛車が持ち駒に加われれば、飛車とか結構厳しいんで、こっちがはっきり良かったですね。いやー、こんな、
ちょっと飛車中名乗れないですね。もうこの飛車の取り方を見過ごすようでは、見逃すようでは、いやーこれはもうちょっと飛車中の免状を変換したいと思います。銀引きはちょっと飛車への愛が足りなかったですね。飛車への愛が足りたらちょっと角も見えたと思うんですけど、飛車への愛が足りずに竜逃げられて、ここからはもうずっと苦しかったですね。評価値的にまあ指しててもちょっときついなって感じではあったんですけど、まあでもまあまあなんとか難しく粘ってたんですけどっていう感じではあるんですけど、まあ苦しいのは苦しいっていう感じの将棋でしたね。まあただ相手の方としては多分そうですね、ちょっと時間がないっていうのもあったので、まあそれ込みでちょっと投了になったのかなと思います。結構2分差ついてるので、でこの将棋なんかここからすぐ終わる感じじゃないので、なんかもう2山ぐらいあって結構手数長そうなんで、ちょっと30秒じゃ耐えきれないっていうのもあったのかなと思います。まあ鬼殺しをすることでこう相手の方を動揺させて、こう時間を使わせて勝つっていう、これが鬼殺しの勝ちプランですね。はい、嘘ですいやわかんないけど、鬼殺しのプロの方はそういうところも視野に入ってるのかもしれない。まあというわけで、まあまあなんとか勝負には勝ったっていう感じの将棋でした。実戦で役に立つ手筋を紹介したメンバーシップを配信しています。また右四間飛車の指し方をまとめた電子書籍も配信しています。詳しくは概要欄をご覧ください。